石川遼、運や勢いではなく、大会2勝の最終戦へ、2015、19年と大会2勝を誇る石川遼が、2年ぶり13度目の最終戦に臨む。今年は3週前の三井住友ビザ太平洋マスターズで優勝を挙げて、本大会への出場を決めた。あっという間でしたと、ここまでの1年を振り返った、前回勝った19年大会は、 本当に勝てると思っていなかったと、スイング改造を始めて間もない中での優勝だった。求めるスイングは3年かけて固まりつつある。5度のトップ10を果たした今季は、今ようやくこれで行こうという段階。それを高い精度、同じ精度で出せるか浜田。試行錯誤を続けながらも、調子の波は小さくなった。優勝争いへの気持ちは十分すぎるほどある。 あとは、運や勢いでなく、プラン通りにできるかどうかが試されると、大会3勝目駅を引き締めた、ショットに手応えをつかみつつ、アプローチや飛距離と求めたいものはたくさんある。来年に向けての課題はすでにある。もう一段階上に行けるよう、いいオフにつながっていくような試合にしたいと、シーズン最終戦を迎える。東京都稲城市、谷口愛順